川崎重工業川崎モータース川崎モータース株式会社は兵庫県明石市に本社を置きオートバイ、全地形対応車、水上オートバイなどを製造販売する企業である。川崎重工業株式会社の100%子会社。2021年9月までは川崎重工業の社内カンパニーであり、2010年3月までは汎用機カンパニー。 同年4月以降は、モーターサイクルエンジンカンパニーと称した。川崎重工グループで唯一,一、一般消費者向け製品を生産する。マザーファクトリーは、兵庫県赤石市。二輪車、全地形対応車、サイドバイ、サイドビークル、汎用エンジン、水上オートバイなどを製造している。忍者、ZX-6R チームグリーントレーラー。 鈴鹿サーキットパドック。KLX250 川崎重工業の二輪車の生産は、川崎航空機が戦後の1958年に、名発として二輪車用エンジンの製造を始めたことに、由来する。1964年に、大型二輪車メーカーのメグロ製作所を吸収し、大型車の製造に進出、以降当たりカンパニーが製造を担当している。 オートバイメーカーとしてのコーポレートカラーはライムグリーンとしている。モーターサイクル部門は2007年現在の川崎重工全体の売上高のうち最大の約3割を占め、大型二輪車の販売台数は第2位となった。二輪車全体における川崎の販売シェアは長らく日本の4大オートバイメーカーのうち4位だったが、計二輪については2013年2月の 月間新車販売台数でシェアが2位となった。2008年9月からの平成18.19年国内二輪車、排出ガス規制全面施行で規制への対応を行った車両を除き、日本国内向け一般市販車両全車種の生産終了を公表し、大幅に日本向けのラインアップは減少させたが、2010年現在では規制に対応させ発売する。 車両数を徐々に増やしている。日本国内への正規販売は販売士会社である、川崎モータースジャパンが行っている。日本国外では1986年に、インドのバジャージオートと技術提携が結ばれ、ライセンス生産や共同開発製品などを行っている。2012年には、中国、論心モーターアート、事業提携が結ばれ、合弁会社による、 川崎ブランドの二輪車の中国国内における製造・販売を開始することとなっていたが2013年1月16日に合意に至らず円満解消となった。2019年には欧州法人を通じて休眠状態であったビモータと合弁会社を設立することを発表している。レース活動では 川崎レーシングチームとして参加しており、ロードレース世界選手権には2003年から ZXRR で参戦し、2008年までメーカーチームとして参加、2009年までたチームへの車両提供を行っていた。スーパーバイク世界選手権では2015年2016年シーズンに ZX-10R でマニュファクチャラーズチャンピオンを獲得している。 なお2015年現在、海外のワークスチーム向けの車両を提供やモトクロスに関してメーカーチームでの参戦を継続している。2021年10月1日付で、川崎モータース株式会社として、川崎重工業本体から分社化された。これに伴いビモータやキムコといった海外メーカーとの関係強化も図るとしている。 川崎ウルトラ 300X ジェットスキーをする人、ありがとうございます。